さあ今回のテーマは「安藤提言です月刊三橋」の特別コンテンツとして公開された三橋先生と衆議院議員の安藤博さんとの対談をですねご覧になった方はお分かりかと思いますがこの言葉を聞き慣れていない方のためにちょっとご説明いたしますとね安藤提言とは自民党の安藤博志衆議院議員主催の 日本の未来を考える勉強会が安倍総理に出した提言書ということになりますね正式の名称はデフレ不況から完全に脱却し日本経済を成長路線に乗せると同時に財政再建を果たすために必要な財政政策に関する提言というそうですこの内容なんですが6月に閣議決定された骨太の方針2018の内容に基づいて プライマリーバランス目標ではなく債務対 GDP 比率の引き下げによる財政規律2019年秋の消費増税など経済危機に備えた20兆から30兆の景気対策政府資産の経済成長係数を達成するために毎年3.2%つまり約2.4兆円の当初予算における継続的な予算の拡大さらには 消費税増税対策として軽減税率の対象拡大および5%の軽減税率の寄与などが盛り込まれています20年以上も続く日本のデフレ脱却への機種改正の策ともあるかなというところで改めて三谷先生にいろいろ伺っていきたいと思います講師の先生はもちろんこの方三谷隆明先生です本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますさあ先生平成30年もですね、はい もう残りり少なくなくってまいりまいしたねえ我が国の育成どうなっちゃうのっていうふうにまあ皆さんご心配だと思うんですけれども、はい、さあそしてここに出てきました安藤提言、うん、今日はこれがテーマなんですがこの「安藤提言」って日本にどんんな影響を与えるんですかこれね、はい、ちょっと「19年問題」ってよく言いますけどね、はい、ちょっと重なりすぎるんですよね19年っての悪い話が。 うん、消費税の増税でしょあり,す、ね、ありません10%の増税でしょ、はい、で残業規制とこれ残業規制って大和総研の試算だと8.5兆円ぐらい所得が吹き飛ぶっていうふうになってますね8.5兆円,兆円だから日本の GDP の1.6%所得消えると。 残業できなくなくることによって、うん、でも政府の資産だと6兆円ぐらいで少ないんだけど、えー、六兆にななってででかいいよねそうでうね、はいまあ、減るのは間違んいいす、ねえー、プラス、えー、東京五輪のインフラ整備の終了と、はい、あと量的緩和がその国債の残高がだんだん減ってきて、まあ、絞り込みに入ってるんで、うん、まあいきなり早悪い終わりってことはならないだろうけどそういうのが重なっちゃうのが19年なんですよね。すると日本全国で、まあ、19年と20年かけてですね多分30兆円ぐらい。 うん、GDP のダメージがあるんじゃないかと、はい、いうのが私の試算なんですね。うん、でこれは私だけじゃなくていろんな人がそういう試算出してまして。ええということでそのあの安藤博衆議院議員が代表予備課に兼任を務める日本の未来を考える勉強会がこの19年問題、まあ、19年20年問題ですけどね厳密にはねこれを乗り切るための提言を出したとやらないと。 日本の、えー、再デフレ化まあ半分もうデフレに足突っ込んでますけどね、はい、再デフレ化確定ですねうん間違いない確定で特にやっぱり一番危険なのは消費増税はいはい、はい、だって10%でしょ今回そうですね計算しやすいいや下手に計算しやすいからなんか だって。<laughs> ぐさっときますよね。一万九千八百円の八パーセントって計算できないし。できなかったけど。十パーセントできますよね。千九百八十円です。一、ね、つゼロ消せばいいんですもん、ね。そういうことですね、はい。ということで、この安藤提言を踏まえたデフレ対策。これ、ね、考え方二つあって。一つはさっきの十九年二十年問題に対する対処。これは。マイナスを埋めるって話なんですよね。マイナスを埋める。マイ,めるマイナス埋めてもデフレ脱却できないですよね。 うんはい、だから今よりもひどい状況になるのをちょっと止めるっていうのがこれがマイナスを埋めるって話なんです。はけどね、はいはい、ということでですねその安動提言はそのマイナスを埋めつつかつデフレ脱却をするためにはっていうことで提言された。 言なんで立派に中身も結構立派に書かれてまともにというか非常に言い方変なんだけど適切に書かれておりますのでいやいやまともでいいと思いますけどね。ねそれが欲しかったんですもんね。でこれをちゃんと自民党がやれば日本は今後10年20年30年って形で経済成長していくので中国の続国っていう未来避けられるかもしれないですよね。ちょっと光がそうですただ相変わらずですね日本のね。 政治家あるいは官僚財界人学者、はい、ジャーナリスト評論家とか、まあ、メディアとかですねその国の借金で破綻するってまたやってるんですよねでこのいわゆる財政破綻論に足を引っ張られて足を引っ張る連中って自民党にもいっぱいいますからねうんこの安藤提言が実現できないとそうまあちょっと中国の属国っていう将来確定するんじゃないかぐらい大変な問題<ー>野党だじゃないん、はい、む,むしろ野党が出したいんだよねこれ安藤提言そうですよねはい だい一途になれるかもしれない,ないかおかしいですよね。っだって自民党政権が緊縮財政をやってます、ええ、やってますよ。ええ、だったら野党は財政拡大をってやればいいんですよ。うん、で自民党が財政拡大ってやってると、うん、じゃあ野党が緊縮財政をってやればいいんですよ。うん、逆をやればいいのに、その自民党が緊縮財政やってましたら野党はもっと緊縮しろっていうわけですよ。アホかった。<laughs> なんでだろう。<laughs> ね、だからその国の借金問題というその財政破綻論に頭の中が染まってるから。 うん、もうあれが本当のネックなんですね。ですよね。うん、ということでございましてですね、はい、この,あの安藤提言っていうのはそのいわゆる国の先問題運能観念とかプライマリーバランスとかそういうものを突破でできる提言なんですよね、うん、今日はこれについてお話ししたいと思います。うん、でね、はい、その提言がよくたってどうせ実現しないかもって思うかもしれないんだけど結構しつつあるの。 そうです実はそうですか実<は>おやおやおやという話を今日していきたいと思います,、えー、そうですかはいということで、えー、今月も大切なお話盛りだくさんです三沢先生改めてよろしくお願いいたします